ベトナム旅行行ってきます。ベトナム旅行13から17かなうん。ゴッド打つんですよ。ベトナムは、なんか、今、今でもゴッド、外線とか、ハーデス打てるんですよ。4号機打もしかしたら大花とかもあるんじゃないかなって。あ、モコも行くって言ってるうんこちゃんも行くって言ってなかった。うんこ、緑、布団、オニア、モコ。そうだね。それは行くね。ピョコタンも行く。そう、ピョコタンも行きます。小池ゆり子とは行かないね。友達じゃないんだよね、俺。 友達だと誘ってたけどね。で、緑さんの隣でずっと俺、スロット動ど緑さんのスロットって、本当にこんな感じだから。<ゥ> <noise> <ゥ>ギャラギャラギャラ。 ほんとだからね。じゃ、マジでこれ誇張してないから、本当に。マジで誇張してないから。じゃ、いっちゃ、じゃ、うんこちゃんに聞いてみ。マジで。うんこちゃんのモコに聞いてみ。ガチだから。ほんとに誇張してないから。それ挟んでる、俺ら。俺、俺とうんこちゃんで、緑さん。50枚2時間かかる。<laughs> そうなんだよ。だいたいさ、やるときノリで打ったりするからさ、ちょっと早く打ってくんねえかな、ちょっとすごい思うんだよね。 もうちょっと早く打てんかなってって。外戦とか打てるじゃん。外戦なんか親父打ちでいいじゃん。ガチで親父打ちでいいじゃん。あの、ガチで親父打ちでいいんだ。勝手に揃うから、あれ。だから、ちょっと、早く打てっ,ってくれるかなって、すうい思ってたけど。みなさんがね、それやってるもん、まあ、しょうがないよね。まあでもあ、ベトナムってさ、配信できんのかいや、配信はないと思う。多分、本当にオフ旅行だから。オフ旅行だから。でも、俺はちょっと自分の部屋でやろうかな、まあ。せっかくだから、自分の部屋でちょっとやろうかなと思ってるわ。その何パチや。 とか、スロットや多分ダメでしょ完全オフ、完全オフ。まあ、もしかしたらや,れる,やるわ。一応 Wi-Fi は借りるつもりだから。前はね、あのー、マカオでもちょっとやってたけど、Wi-Fi があったから。ただ Wi-Fi が早いかと遅いかによるじゃん。それもあるから、ちょっと難しいじゃんね。カジノから無理だと思うんだけどね、多分配信は。あ、布団を配信するためにノーパス持って行こうとしてるあ、そうなんだ。じゃ携帯でよくね。別携帯で配信できるじゃん。そう、ベ,ベトナムはね、ちょっとわかんないからね。俺も初めて行くんだわ。初めて行くから。 ベトナムの女性は、あの、意外と好きです。なんでかっていうと、マカオにいた時に、マッサージしてくれる。リンパマッサージをしてくれる人はベトナムの人でした。ほとんど。てか、全員かな。全員ベトナムの人だったんですよ。ベトナムってさ、お、飯美味しいらしいね。それはほんといいなと思った。め、だ海外って飯も恥ずいじゃん。だから嫌いなんだ俺。海外あんまり好きじゃないんだ。日本が一番うまいから。でもなんかベトナムは相当うまいらしいね。それはすごい、すごい楽しみ。パクチー行ける。いや、パクチー無理。パクチーあんの。 パクちゃんの。じゃあきついな、俺。あとさ、ベトナムってさ、何するところなんか、行ったことある人いる詳しい人。ベトナム何すればいいいや、もちろんギャンブル旅行なんだけど、スロットとかやりに行くんだけど、もちろん20スローなわけないけど、20スローやりにベトナム行くとかでアホすぎるから、んなもん日本でやれってなるじゃん。20スローじゃないやつやるけど、でもそんな高いのはね、できんし、けど、まあ、自分にあったやつやりに行くけど、女なんかあんのないでしょ。 あんの寺院とかたくさんあって、ああ、それちょっと。でもね、年取ってきてね、ちょっと、ちょっと寺もいいかなと思うね。<laughs> ケースクさんはタイは詳しいけど、ベトナムは詳しくないと思う。水切れ、ああ、それは怖いね。だから、絶対にあの、ミネラルウォーターじゃない ?40 室の吉村あんのかなじゃあ、久々できけるかな、吉村とか。もう忘れてるだろう。松とか見えるかな、俺。<laughs> スロットも全然やってないからな。あ、そうだ。なんかさ、ベトナム語とさ、日本語さ、ちゃんとさ、あの、 あれ教えてくんないベトナーなんかスアプリみたいな。その、これ、こう、こうやって見せればさ、わかるやつ。それ、それない ?Google 翻訳でいいのポケトークってやつの,の、その、さんまさんがやってるやつでしょそれさ、それ日本語、その、え、それ、いけんのこれ、書くと遅いじゃん。なんか、その、喋るやつないの翻訳捨てちゃったかなあ、ある。Google 翻訳。あ、Google 翻訳あるわ。音声入力で入れればいいんじゃないあ、これ音声入力いけんの あなたはいくらですかあ、これでいけそうだね。これで。じれ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 ね。じれじれじれ。あなたは、いやい、いくらですかっていいんですよ。え勘違いしないでいただきたい。いくらですかあなたは鮭ですかどっちですかっていう。いくらですかっていう話です。はい。ちょっと、名古屋弁で、ね、そう。 いくらといくらがちょっとあれだったけど。あとタクシーがさ、結構ボ、ぼ、られる気がするんだ。怖いよね、ベトナムとか。よく言うよね。海外は。日本人、舐められるっ、つって。こっからここまでいくらですかつっ,って。はい、その値段が払いません、みたいな。その値段 OK?OK?、OK? OK? つって言って。じゃあでもまずいよね。適正を格くわかんないと。と、マジ物価ベトナムといくらか。でも日本もさ、今円安じゃん。安いなーとか言ってても、日本が実際かなりね、物価、あの、上がっちゃってるから。 高,高かったらチェムゾー。チェムゾーって言ったら安くしてくれってことだ。何値、ね、下げするっていう文化だな、あっちは。要するにさ、アメリカだとさ、チップを払うっていう文化じゃん。チェムゾー、嘘つきって意味。なるほど。嘘つきって言ったらちょっと強くない語気が。普通に、いやいや、もうちょっと安くしてよっていう。値切り前提の二重価格。あそうなのベトナムなめてんのかってニュアンスが伝わる。タクシーぼったくりも多いか、そもそも安いから気になる。あ、そうなんだ。 じゃあまあいいか。空港のタクシーに乗ってさ、一人で乗ったら怖い危ない空港も空港もやばいのいや俺名古屋から行くじゃん。東京組と、ちょっとだけ時差があるの、ね、時差っていうか、時間のズレがあるの、ね、よ。で、その間、結構5時間ぐらいあって、空港で一人はちょっと嫌じゃん。待ってた方がいいかな。一人で先にホテル行こうかなと思ってんだけど、最初だけは俺一人なんだよね。その後ずっと、多分みんなと一緒の行動なんだけど。 ベトナムのタクシーってメーター制だからメーター使えって言うんだよね。なんか、よくそれ言われたけど、タイでもそうだった気がする。なんかそれ言われた。メーターメーターっつって。ああ、なーなー、ー,ーとかなう。ー,そー,ー,ー,ーっつって、あれメーターメーターつって。見たー使えっつって。言ったもん。ああ、オッケーっつって言って。メーター使わないと絶対や、や、やるらしいから。それは結構強気に言えって言われて。<laughs> 黒人が行くだろう、店の設置機種一覧が載ってるサイトだ。嘘、教えて。それ。 それ教えて。ベトナムのパチンコってミリオンゴッド。え、ミリオンゴッドゲーミングっていうパチンコ屋の名前なんだ。すごいね。完全な合法なお店らしいからね。あ、ミリオンゴッドハーデス、アナザーハーデス、ハーデスが4、ミリオンゴッド外戦が11、吉宗4台、北斗の剣ってこれ初代初代北斗の剣5台、飛行伝殿3台、おスバン7台、肛門茶葉カツ2台、花火、昔のやつかな いや、これ花火で5、あ、五号機の方か。オきドき5台。エヴァンゲリオン2台。バジリスク3台。絆。ガンダム覚醒。こ面白いジャグラー5台。ニューアイムジャグラー EX5 台。やっぱジャグラーは絶対あるんだな。あ、パチンコある。天竜あるよ。天竜3台ある。天竜激アツだな。ルパン三世。エヴァンゲリオン。花の刑事。北斗嘘。ああ、北斗嘘�もあるじゃん。 あ、おきうみもあるよ。ガロ。これ一番最初かな。でも、吉宗は激発だね。でも、まあ、全部設定の1だよね、多分ね。非宝伝まあ、一番最初のやつだよね。懐かしいね。で今、打てるかな打ち方とかも忘れちゃってるけどな。吉宗は初代でしょ。1920、1920、天井。1920でしょ。あの、天国行って、1920、バケ192バケだったらもう、 もう、えまくるだろうね。40スロとかやったら。いって、痛いなんてもんじゃないだろうね。<laughs> で、逆に吉村でさ、いきなりさ、500回とか600回でいきなり解除しちゃったらさ、順外れ引いて、もうやめられないじゃん。え、6だっつって。やめられないよね。一生やっちゃうよね。それ相当気持ちいいだろうね。レートは店員に行って帰られる。え、レート、店員に行って帰れるの 全普通に1とか、てかそうだよね。てか1だけだよね。仕事なんか1個もないだって、あれでしょあの、うん、日本人のその金持ち目当てで、金持ちの日本人目当ての、久々遊んでってよぐらいでしょ。遊んでってちょーみたいな感じでしょだから、でもまあ設定値のぶっちゃけね、あの、外線とか、ゴッと引いたらさ、バリバリっつって、ガガガガドーン、ドーンっつって、いきなり回り出して、あの、ウェイトがないやつ えっつって。たまにね、あの、携帯見ながら打ってると。たまに、え、今のもしかして。ってなるけどね。日本人経営の日本人であ、あ、そうなんだ。ってことは、ベトナム人はもう入れないの、そこ。味噌の店。日本人経営なんだ。あ、じゃあ俺らが行っても何朝一並ばなかんのまたまた抽選受けなか、俺。おい、また引きこやるか、おい。引きこ。並ばなかんの朝から。 めっちゃめんどくさいじゃん。てか24時間できんのかなベートのままに行ってさ、もう朝一、た、タバコダッシュ、タバコ投げ、投げ入れるんかなあの、走らないでくださいっ、つって。店内走らないでくださいっ、つって言われて。早歩きしてさ、巨峰見。拒否して。しかも、ミリオンゴットを打ってて、動画編集とかつ,つだから配信できるっぽいぞこれ。だって動画はオッケーっぽいもんね。っていうかさ、記事はこう少ないわけじゃん。30するとか、その、1パチみたいな分けられてないっぽいね。だ本当に、 レート変えれるんだ。いや、天竜とか入った瞬間たまらんだろうね。てか、完全な沼だね。レート変更は朝一ゼロ回転の台だけだけどね。あー、そういうことか。ベトナムあと何考えればいいベトナムのなんかパンが、サンドイッチがあるらしいけど、それは食ってくるわ。あ、バインミー、そう、バインミー。バインミーうまいらしいよ。接種証明書とかはベトナムはいらない。だって、ミドルさん一回も売ってないでしょ。一人でベトナムか、怖えな、俺。一人ベトナムはちょっと怖いよな。でもまあ、 ポケトークがあるから、帰国の時も大丈夫なの。帰国の時はなんか、あの、陰性証明書とかがあっちで取るらしいよ。PCR 検査とかするらしいあっちで。カニの丸揚げ丸、丸ごと揚げがうまいらしい。カニの丸ごと揚げ家いじゃん、殻。痛くねえの粉持ってると転が転がされるとか言ってたけど。粉持ってると転がされる。え粉は持ってないけど、まあ所持とは言わんよな。 付着してるけど。えどっち粉がトラベルバッグに突っ込まれてる気ですかえ何それあ勝手になんかバッグに入れてくんのやべえじゃん。で、俺犯罪者になるじゃん。え、マジでほんとそういうの興味ないのに俺。え、マジでそういう扱いされるってことやばいね。濡れ衣ぬ。やばいね。じゃ、バッグも蓋、あの、袋開いてたらまずいね。 マイパウダー、マイパウダーって言ったら、いや、それ、詰むがや、それ。マイパウダーってことはもう自分のものですって言っとるがや。まずいがや。つむがや、それ。自白だがや。まさに、白い粉は自白だがや。つ <laughs> むがダメだがや。あ、お前のはい。えー、22時48分。はい、現代。つ <laughs> みだがや。だからファ、ファスナーとかちゃんと締めとかんと、そこから隙間がスッと入れられるってことだわ。 トートバッグとか危ねえな。トートバッグすぐパッと入っちゃうから知らない人にキャリーバッグとか預けちゃいけない。え、ホテルの人にもホテルの人もやめた方がいい。ホテルの部屋の金庫はやめとこう。え、ホテルの部屋の金庫や、やばいのえ、ホテルの部屋の金庫やばいってもうどうしりゃいいのいいでしょホテルの部屋の金庫はいいでしょどこに置きゃいいのじゃ。うん、ベッドの上に置いとけば10秒勝手に持って。そうそう、それはまずいから絶対に。ベルトにお金隠すとか分けては、本当にそんなにやんのフィリピンの時天井さんに部屋の金庫は絶対使うのって言われた。え、マジ じゃ、ど、どこに隠すの隠すとこないじゃん。パスポートのコピーとかちゃんと取ってる。パスポートのコピーとかいるあれさ、なんかよく俺さ、俺もさ、小さい頃にさ、母親とかにさ、パスポートのコピー持たされたんだけど、別にコピーじゃなくて、そのものでよくないパスポートで。ダメなパスポート、もので。ものでよくないそのもので。で、そのパスポートなくした時にメックスください。でも、なんかよく言うじゃん。お前らなくしたにっによく言うじゃん。 なくされたらもういつもクソめんどくさいって。コピーがあったとしてもめんどくせえって。あ、コピーがパスポートを紛失した時用か。じゃあ写真でよくね。写真でいいじゃん。コピーじゃなくて。写真でいいでしょ。確かにパスポートなくしました。コピーはこれですって言えるかどうかで話の速さが変わる。へー。あとスマホがマジで気をつけた方がいいらしい。いスマホはマジパクられやすいらしい。スマホほんと気をつけなくなって。スマホガンガンパクらしいよ。海外は。通話してたらスティールされる。もう無理じゃん。こっそり。 喋らな感じゃんこう。今ちょっと、あれだから。何何じゃあ今、忙しい時間な、んなのな、な、なんなのよ。醤油はただにあるでしょ田中、田中冷蔵庫にあるでしょいや、マヨネーズじゃなくて、醤油でしょ絶対あ、今、今じゃちょっと、すいません、ほんとすいません、っつって。<laughs> そんな感じで電話せなかった、俺。スマホを首からかけられるケースに入れてもス、ストラップをナイフで切られて盗まれる。もう罪じゃん。ポケットでいいじゃん、じゃんアフリカでスマホ、スマホ盗むために持ってるやつの首の骨折る動画見た。もう、やばいな。で南アフリカは一番悪いらしいからな。そベトナムだぜ。一応さ、ダナンとか、ダナン、ホーチミン、ハノイでしょ。一応有名なとこでしょ。三つとも。都市でしょ。 え、め、コーヒー、コーヒー屋とかでメニュー見せてくるおばさんがいて、その隙に置いてあるスマホの住むなああ、それ気をつけるわ。海外ソロは怖え。いや、俺海外ソロ行ったことあるけど、ちょっと怖いよね。確かにね。しかも、ベトナム語。一応、ポケトークもあるよ。ポケトーク。でなんかあったら強気で行くよ。俺は。強気で行く。店の店員とかは強気で行く。NO!NO!TOO っっ no! MUCH!EXPENSIVE! <laughs> too much! って俺、ちゃんと言える人だから、no!。No, カジキ !No, バッタクリ !No! 俺、いけるから。それ、言える。<laughs> 緑はベトナムに仕事で行く。<laughs> <laughs> 行くわけねえだろ、てめえ。何しに仕事行くんだ行くわけねえだろ、仕事。仕事がどこにあるんだベトナムに。何があるんだあいつ動画も撮ってねえだろ。俺はまだ,まだ、俺らはまだ動画撮れるから、まだ仕事になるわ。 海は仕事ねえだろコールセンーやるわけねえだろ <laughs> コールセンにも仕事って言って休むって,って <laughs> バレるだけ。クビになるぞ、そろそろ。<laughs> いやすぐバレる嘘つくな。さすがだ、センスだな。すぐバレるから許せるもん。あえて、普通の理由を言ってるくせにすぐバレる嘘になってるっていうのも、最高のバランスだよな。 休暇で休みますいいじゃん。ななんで仕事って理由言わなきゃいけないの仕事ってサボりでいいじゃん。あ休みで遊びで行ってきますっ,つって。もしもの時のベトナム語を教えておくよ。ヌーちゃん。ヌーちゃん。おでこかゆい。ああ、なるほどね。オッケー、それ助かるわ。すげー助かる。めっちゃくたさ助かるわ。 かゆいとき、ぬーちゃんって言えるってことだな、ね。ありがとう。